日は天海司主催の施設リーグ新域ストリーマーリーグ第5節の模様をお届けします。というわけで第13試合の選手が出揃いました。チームゼウス、天海司、チームヘラクレス、千葉黒野、チームアキレス、天宮心、チームアトラス、白雪レイドです。うわ、天宮これ一応天杯だね。子が見えいいじゃん。あーでも3切ったリーチ、南端切れリーチです。硬いな。今度は天杯、あーなんか掴んだ。これ出ちゃうんじゃない。何ず切るか何切るか。硬い。でも一発積もってる。何これ、何さあ今回も見る者の想像を軽々超えていく新域リーグ、ね、リーチ一発積もイペコアカ2004戦決めたのは天宮コア。3色が一応あるかどうかって。あチートイ、チートドラタンクテンパった天宮。あ危ない、テンパってるし。でドラ切ったらテンパイじゃん。あーダメだ、捕まった。っていうか天宮もうまい、すごいタイミング。あレイドクいいね。だからあでもこれリャンピン当たりになっちゃうじゃん。スーピン泣かれた。うーんレイドさん次リャンピン出ます。リャンピン出るね。本店かどうかちょっと分かんないからな、これ無理だな。あーあ3ピン、あその前にリャンピン、あれ天海さんのとこにリャンピン来ちゃった。あーあー天海さんマジですぐ掴んでる。ナイスナイスー、せんばくらのあぶねースーピンリャンピン刺さるって。そのリャンピン天海さんありがとう。なぜ切るの。クーハンしたね。はいはいはい。あーすごい、はい、リンちゃんからすごい、はい引いた。これでまあ三面ちゃんリーチですね。はい、これでリャンクーパーワン待ちのリーチになりました。別に何枚乗せてもいいんだろ。いいパス来いよ裏ドラ。一枚でも乗れば裏裏裏裏裏裏、あんま喜んじゃダメですね。いいですよ、素直に喜んでください。6000オールですから。熱いぞ。おー来た。ドラを切る代わりに三面ちゃんに構えましたサブローソー。あー積もった高め。リースも太陽三色赤、お見事3600。素晴らしいハネマンですね。なんで天海さん残り500点しかないの。なんででしょうね。これ打ちますよね。ポンダ来た。インパチ天海。おおやったやったやった。それそれそれ、なんで打った。これは勝負したけど捕まった。高い。南本一ドラさん18000です。流局レイドさんの親番天杯で続いていきます。さあこれ天杯脳天で千葉さんと天海さんがあと400点になりました。ああ三面ちゃん、三面ちゃんならもう行くか。リーチさあ頼むで。なんかレイド君追いついた。追いついてる。ああ積もった。それは積もるよ。ちょっと裏裏とか裏さんはあんまり。リーチ積も裏の千、あ千二千に、あさっきレイドさんのリーチ棒が出て100点変わってる。足りたー。うわーちゃー見たかー。びっくり玉手箱、玉手箱。おめでとうございます。コンバと京竹一でかわしたの。いやすごい。はい、というわけでご覧のような結果になりました。トップは全員初トップがかかっていました。天宮心トップ。天宮おめでとう。第14試合の選手紹介です。チームアキレス大井高春、チームゼウス鴨神ニュー、チームアトラス白雪レイド、チームヘラクレス渋谷はじめです。あったな。ローソー3枚3層1枚噛んだ。いやうわあドラ8、ドラ8テンパだ。しかもやってんな。あつそして、ね、渋谷さんが積もる。いや強い。タイヤを赤、いや白で降りないところが強いよね。ドラ8だよ。だってドラ8に対してね、ションパイの白現在3連勝中です。そうだよね、連勝中はやっぱ伊達じゃないな。充実してます。さあ白雪レイドからのリーチはスッチーマンマチョ。あれはじめくんこれテンパったな。折り放題だったのにね。スーピンターキー上がっちゃったりして。あー掴んでる。本当にじゃあダサいよ。なんかそんな気したんだよね今。村上さんまた言霊が。僕はやめてくださいって言ったんです。それだけはやめてくださいって言ったんです。神様最後まで聞いてくれなかったよね。ちょっと待って、これ結構すごいんだけど。なんでこれ上がりきれ。松も多分今びっくりしてるよ。はい、いいと思いますね。え、俺は両面で打ちましょう。そうだよね。つもりさん、ここにはせず。行くぞ頼む勝ってくれ。来た。スッチーマン対サブローソー。押す。うー、来た。パフェクトレジオ展開さん。いや、天海司見せましたね。これは答えるしかないですね。そうっすね。ないですね。いや、マジ本当にお願いします。本当に勝ちたいこれ。お、今噛んだ。噛んだ、高くなる。さあ、打点アップ鴨神。これは多い。あーあー、リンシャンズも一枚乗せて大きい。来い。うわっしゃー。え、乗ったじゃないこれ。鴨神。乗ったっしょ。これは大きい。リージズもリンシャンドラ赤4000オールです。だから、いやダマです。ウーピン重ねてるんですけど。重ねてる。天才。え、イスピンならめちゃめちゃいる。いいピン出た。リーチが一番強いんだよ。
さあ連続でシビアからの上がりになりました。富山なのだ。12000は12300。これがリーチ超人のチームだぜ。ドラ来た。さあもう白雪レイドが2着逃げ切りのテンパイを入れてるんですが、渋谷の手配が不気味に育ってきました。あ、詰まった。なるほど。さあドキドキしました。渋谷初めの追い上げがあるかと思いましたが、ここは白雪レイドが2着確保の上がりです。はい、レイドライチの500戦、これにてゲーム終了ということになりました。さあここで最強麻雀 AI 鴨上ニューが個人初トップを獲得です。第15試合の対戦カードをご紹介します。チームヘラクレス松本監督、チームアトラス宇多井明香選手、チームゼウス鈴木太郎監督、チームアキレス大井高春。注目してまいりましょう。前半最終第15試合監督明香ちゃん、チーマンゼロ、スーマンが2枚いますね。一応でも明香ちゃんはスーマン引いたら3ワン切れる。あ、3ワン切れるぞ、3ワン切れるぞ、切れるぞ、3ワン切れるぞ。頼むお願い息子よ、3ワンが3ワンがキューピンを切るんだ。通じるか、スーマンはダメだ。通じるか、この思い。時間がない。あ、飛び込んだ。ダメ、それだけは。タイヤをドラさん赤、ダメなのよ。一撃決めました。大井高春、ランはどうする。太郎とするリーチ来ちゃったよ。貫禄ピン、これは大井高春の貫禄ピン率珍しい。よし、いけ。あ、来た、メイカちゃん。ヤンウーピンの方が絶対強いでしょ。ヤンウーピン対貫禄ピン。あー、1枚減った。2対2、2対2は本当にわからない。第2は五分。積もった、積もった、ナイス。積もピンフドラドラ。え、すごいじゃん。なんか、いや、すごい。またジャイアントキリングが見られるかもしれない。いっぱいあるか。三蔵最高じゃん。ここ出るな。なんで三蔵切ったんだメイカちゃんね。うんうん、また泣かれる。また泣かれるやつだ。さすがに三蔵歌打つんかい。打つんかい。どういうこっちゃね。五五から。これはもう。これはしょうがない。なんかはめたな。メイカちゃんのせいで高春がハマったな。メイカちゃんが掘った落とし穴に。そうそうそう。高春がわー。三蔵どうぞ、三蔵どうぞで大井高春が整いましたつって。タカちゃんごめんなさい。うちのメイカがなんかすまん。今山に2枚かな。おー来た。リーズもタイヤオだと裏一条件にはなるが。そう、でもリーズでしょ。もう多分行こう。いや今日は裏乗る。三数は間違いないです。そういう日。まあそうだ。リーチだ。松本のリーチはスーピンウーピンです。さあどうなる。あ、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 でクリンディ裏ドラ条件、裏、あ、来たでしょ、来たでしょ、来たでしょ、わー、すげー。本日はゼウスの日になります。リーチタイヤ、うらうら8000点にリーチボーム入って、メイカさんをギリギリかわしていきました。第15試合1位になりましたのはチームゼウス鈴木太郎監督、個人2連勝、チームも2連勝です。本日終えてのチームポイントランキング、ご覧のようになりました。いやー、1夜でこうなるんですね。なりましたね。以上をもちまして新域ストリーマーリーグ第5節は放送終了となります。それでは2週間後、はい、必ずまたお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。